まあ、基本言ってることやってることがかっこよければまずはいいかなっていうのが前提としてあり、ストーリーにしても結構力幅なんですよ、彼らのキャラクターに頼るんです。だからもう普通ここにこの場面で行かないよね、でもそれが男だみたいな、俺が極道だって言われたらもう無理やり組み立てに振るしかないっていうか。これ結構覚えてるんですけど、龍が如くオブジェエンドで、あなんか どうしたんだってまず思うっていうところがあったんです。これなんでああなったんですか。まあでもあれも一つのネタ切れのあれではあったんですけど、ここまで続けてきたらどこまで続けられるのかやってみたいっていう変なこだわりも生まれてきたというか。で作品仕上げていくのにどうやって例えば取材したり脚本練ったりとかしてったのかっていうのすごく興味あるんですよ。よく聞かれたんです、そういう知り合いいるんですか。2005年に最初のタイトル、2006年に次のタイトル、2008年にその次のタイトルと、まあ、かなりポン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 と出てて、しかもあのゲームハードが変わってもそのペースが緩まず、あの出されていくと思うんですけれど、剣山があって3が来るわけですけど、はい、そこで剣山で刻みに行った理由は何かあるんですか。まあでもとりあえずまたじゃあ次どうすんだっていう時に、今度は逆にどのぐらいだったら作れるだろうとか、スピードで PS3 の話もあったので、はい、どっちにするんだと PS2 もでもまだ生きてたし、でも3でやりたいよねという話になって本当にできんのとは思っていましたけど、でも、まあ、あとは、まあ、PS3 自体は作りやすかったっていうのもあるんですよね、はい、だから、まあ、結果論ですけどなんとか目標に届いて1年後に出せた。あとはちょっとワンツーとダーッと走り切った時にちょっとネタ切れした部分があって、はい、ちょっと目先変えたいなっていうのもあり、まあ、いわゆる映画とかであるスターシステム、まあ、要は登場人物は基本一緒なんだけども、はい、ちょっとあの側を変えて作ってみるのも、これはこれで一つのワンツー買っていただいたお客様に対するファンサービスとしてはありなんじゃないかなと思って、でやってみたのが剣山でしたね。なるほど、はい、で剣山があり3があり4、4がありっていって、はい、2000年代の終わりから2010年代の頭に PS3 のところに飛び込んでいくわけですけど、はい、でその後なんか2011年が多分転機かなと次思うんですが、龍が如くスタジオがあのスタジオ化されたところがあって、で、まあ、これ結構覚えてるんですけど、龍が如くオブジェエンドでなんかどうしたんだってまず思うっていうところがあったんです。これなんでああなったんですか。まあでもあれも一つのネタ切れのあれではあったんですけど、まあネタ切れネタ切れでも変ですけど、でもやはり次にナンバリングを作るためにはやっぱりちょっと貯めたいと。でも貯めるって要はその年はなしっていうか、空白のブランクを作るっていうのもなんか悔しいなみたいなのもあって、ここまで続けてきたらどこまで続けられるのかやってみたいっていう変なこだわりも生まれてきたというか、でまあ一回投げた剣山という変化球もまあ現実うまくいった部分もあったので、じゃあもう一回、まあ、カーブ投げたら次はフォークでも投げようかみたいなところのノリでやってみた感じですよね。でそれで5が、2012年に出されて、はい、で14年はまた刻んで、で15年もう一回刻んで、16年 PS4 タイトルであの6が出るわけですけども、はい、ここもじゃあ PS3 から乗りこうあれ同時並行で作ってるんですよね、きっと PS4 の。そうですね、あのでもほとんどチームのほとんどはあの次に発売するものがに対するあれをやってて、はい、一部の人間だけが、まあ、次の仕込みが同時に始まってる感じですかね。え、龍が如くやってる時って、はい、あ作られてる時って、はい、プレイ時間ってどのくらいを意識しながらゲームデザインしたら。あでもこれは正直言うと、はい、他のストーリードリブンなゲームの調査は結構しましたね、はい、どのぐらいは担保しなきゃいけないかっていうのは、まあ、しかも最初、まあ、なかなか企画も通んなかったって話もしましたけど、はい、まあ、予算も常にこうキリッキリでやってたんで、はい、でもその中で満足させたいっていうのがあり、だけどじゃあどのぐらいを作らなきゃいけないかっていうのは、だから全体こう舐め尽くすと40時間ぐらいで、まあ、まっすぐ行ったら、まあ、10時間は難しいけど、まあ、
4、5時間で終わるのは短すぎるなぐらいの感じでは考えてました、ね、なるほど、うん、でテーマとして、龍が如くみたいな、まあ、極道、任侠、歓楽街、はい、男臭いシナリオで選ばれたと思うんですけど、はい、で作品仕上げていくのにどうやって例えば取材したり脚本練ったりとかしてったのかっていうのすごく興味あるんですよ。よく聞かれたんです、そういう知り合いいるんですかとか、はい、いないですよ、はい、だから、はい、アーカイブというかいろんな作品あるじゃないですか、はい、漫画でも、もちろんまずは映画ですよね、はい、あとはまあ小説でもそうですけど、はい、たくさんこう資料はあるので、はい、そこはあんまり苦労はしなかったですね、うんうんうん、プラス自分らのまあ、オリジナルの色付けというか、うんうん、そういうことはしましたけど、だから本当に菅原文太さんもいるし竹内力さんもいるし、いろんなジャンルのアウトローのミクスチャーなんですよあれって、はいはいはい、それが一つこうごちゃ混ぜになった魅力は持ってるかなとは思いますね、うんうんうん、はい、でもアウトローって面白いのは、はい、アウトローの人ってで別にそんなんつったら現実にそんなにいないじゃないですか。確かに。あ、つまり何が言いたいかというと、なんか忍者ってフィクションだよねっていうのが、はい、結構あって、で、ね、うん、でアウトロー映画のアウトローっていうのもやっぱり一つのフィクションの形だと思うんですよ。うんうんうん、なるほどなるほどなるほど。つまりアウトロー映画みたいに生きているアウトローはそんなにいないっていうか。はい、確かに確かに。実際のところは。そうですよね。だから、まあそういうのってたくさんあって、刑事ドラマみたいに働いてる刑事さんがいないように。なるほど。アウトローも一つの想像のフィクションによって徐々に培われてきたアウトローの形だと思うんですけど、そうですよね、一種のヒーロー像なんじゃないかなとは思いますね。だからまあ強きをくじいて弱きを助くっていうのが一つの、まあこれもだから言ってみればフィクション的な理想形として、うんうん、でもエンターテインメントとしてはそこに向かうっていうのは僕はいいんじゃないかなとは思いますけどね、うん、そこでアウトローにリアリティを与えるっていうのが一番大変な作業に僕は感じるんですけど、まあでもね、正直言うとあんまり意識はしすぎなかったです、まあ、基本言ってることやってることがかっこよければまずはいいかなっていうのが前提としてあり、ストーリーにしても結構力幅なんですよ、うん、だから、まあ、あんまり言うとあれですけど、まあ、1年って短いですからストーリーはちゃんと作るとはいえちょっと整合性取りづらい、あとこの登場人物の行動動機としてはちょっと怪しいなってところあるんですよね、うん、はい、でそれを埋めるのってやっぱり時間かかるんですよ、発想がそこまでにアイデアが浮かぶかどうかっていうのは確証がないですから、はい、でも時間はっていうか締め切りが来ちゃうと、でどうするのかって言ったらもう彼らのキャラクターに頼るんですよ。だからもう普通ここにこの場面で行かないよね、でもそれが男だみたいな、はい、それが極道だって言われたらもう無理やり組み立てに振るしかないっていうか、だからそういう力で結構乗り切ったところは結構ありましたね。なるほど、桐生さんありがとうって感じでもなんかこの実写をきれいに歌舞伎町を再現したりとかして、はい、なんかそこでリアリティ結構担保してるのかなって僕は思っていて、あります、うん、現実にある風景だから、はい、現実の風景っていうのはやっぱりいろんなリアリティがそこに含まれているの で、ね、なんかそこで例えば、まあ、むちゃくちゃな人たちがいても、うん、まあ、それはある種エンタメとリアリティをうまく混ぜ合わせて、はい、みんな解釈してくれるのかなと。いや、おっしゃる通りで物語はフィクションなんですけど、はい、そこに存在するものは限りなくリアルでありたいっていうのはまず一つあって、はい、あとはまあ当然最初に IP 出すときは認知がないですから、龍が如くって言われても何それって話ですけど、龍が如くがこう人づてにこうバイラルで伸びていったプロセスの中にキャバクラに行けるゲームらしいよとか、ドンキホーテあるらしいよとか、酒が実名出るんだよとか、結構その話題になるのりしろがたくさん入ってたんですよ。でそこをきっかけに何それ何それってなって、それは龍が如くというゲームでしたっていう着地になっていったことが一つのブームを生むきっかけになってたかなと、まあもちろん結果論ですけど、うん、それは思いますね。こんなものまでゲームになるのかが僕の龍が如くの感想で最初分かります。何のシーンだよこれはとか分かります。そこはもうありとあらゆる職業を書き出して、だこれは何どんなゲーム化ができそうだみたいなのはブワー
ーって作ってましたよ。もういろいろ聞いていきたいので、はい、今日のテーマはこんな感じでというところで、半生とゲームというところからいろいろ振り返っていきたいかなと思っています。はい、映画学科からゲームに行ったかあたりからちょっと聞いてみたいかなと思うんですけど映画はやっぱり未だに大好きなんですけど、はい、まあ、忙しくてちょっと見る時間もなくなってきたとはいえ、ただまあ、うん、まあ、映画学科出た以上は映画の道っていうのは当然考えるわけで、ただ1989年ぐらいの日本映画界ってぶっちゃけ冬の時代だったと思うんですよ、邦画は。だから、はい、まあヒット作って言ったら、まあ一部のアイドル映画と、まあ緒方健さん高倉健さんが出るようなちょっと文芸チックなものか、はい、そんぐらいしかなかったんですよね、はい、うん、でイコール就職もないと、うんうん、だから同期の連中からすると、まあ、テレビ局に入って AD から始めるやつもいたし、まあ、ちょっとエッチなビデオを作る方に行ったやつもいたし、まあ、でもそれはそれで粘るやつもいて、ただ僕的には何だろう、なんか そこに行く気がどうしてもなくて、うん、でもう飯食わなきゃいけないし、じゃあどうしようかなと思った時に、まあ、セガから求人が来てて、あゲーム好きだし、ただセガのゲームってあんまやったことなかったですぶっちゃけ でとりあえず受けてみよう、まあ、ゲーム好きでしたからね。でも好きなことやんない選択しないと多分続かないなっていう予感はあったので、で行ったらなぜか受かっちゃって、うん、ただ心の中では、まあ、映画っていう主語は僕の中では消えてなかったから、いずれいい話は来たらやめようっていう気持ちも正直ありましたね、はい。でもそれが気がついたら37年やってることになっちゃうんですけど、はい、うん、最初プロデュースされたのはレースゲームじゃないですか、はい、そこ映画からレースゲームに行くのって結構、いや、まあ、たまたま入った部署が、はい、いわゆる体感ゲームを専門にやってたチームに入れられたんで、はい、だいたいこう乗り物系ですよね、はい、ドライブだったり飛行機だったりとか、はい、でその中で鍛えられたっていうのもあるんで、まあ、僕もだん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 そっちが得意になっていったんですよ。まあ、同時にちょうど 3DCG が技術的にゲームの中に入り込んできたところでもあったので、はい、それまでゲーム業界の中であまりこうカメラワークとかライティングとか見せ方に対して長けた人があんまりいなかった中で言うと、僕はそれの知識が基本的にあるので、はい、割と重宝されたんですよね。それはチャンスでしたね。あ、うん、今のなんだろう、若い人見てて、うん、ゲームクリエイターとかゲーム作る人、うん、どう変わってきてますか。あ、なるほどね。もう僕らはもう創世期から見てるの、まあ、その差もあるのかも分かんないですけど、はい、もう結構出来上がったものを見てるので、はい、割と何でしょうね、プリミティブなところからこう積み上げて完成形を想像したりする能力っていうのは今の人はちょっと疎くなってる部分は正直あるかなとは思いますね。例えば完成したゲームを逆に企画書に置き直せっていうような訓練とかやった時に結構できないんですよね。で、君の企画書からこれ生まれないよって言って、だからやっぱり分からない、どこが抜けてるかも分からないというか、うん、でもそれ逆にそれができる子っていうのは素材が理解できているし、はい、制作のフローも含めた何かが分かっている子なんで、うん、そういう子は大体伸びますね。なるほど。今から先の子は過去が分からない部分に関しては確かに考えようによっては過去の学習もさせた方がいいのかなとは思いますね。だから今でもそうなのか分からないですけど、昔任天堂の方に聞いた時に、任天堂で、まあ、もちろん開発で入った人ですけど、まあ、ハードウェアってどうな、中身の説明から全部やるらしいんですよね、はい、それめちゃくちゃ正しいと思うんですよ、うんうん、だから絵が出るんだよ、でこういう風になってんだよっていうところで、これをお前ら使ってこの中で起こせることは何やってもいいんだよっていうのってやっぱ一番大事なんですよ、はい、お前の会社やってなかったなと思いながらだからそういうのも含めてなんかでやっぱ勉強になるかなと思いますね。過去を教えるって、うん、大事かな。なるほど。お客さんから質問を取っていく時間になってきて、はいはい、取っていきたいかなと思うんですけど、はい、卒業後の龍ごとくスタジオをどう眺めていますかっていうのはちょっとさっきの質問に近いんですけどいや、すごい頑張ってると思いますよ。なるほど。ただ僕はゲームやってる層って、はい、なんか僕は徐々に高齢化してるのかなとか思うこともあって、はい、そうですね、お年は取られてるんだろうなとは思いますね。だから入学生を入れないとどんどん卒業されてばっかりだとやっぱセールスは
減っていっちゃうので、はい、割と無欲な世代に対するああいうパッションをどう伝えていくのか。僕は公言してるんですけど、韓国映画大好きで、はい、韓国映画のアウトローのヒリヒリ感とかってやっぱずば抜けてるんですよね。ずば抜けてる。だからなんで日本人できないのみたいな、あれは頑張れよって感じが。軍隊と徴兵とかなんかいろんな問題があるような気がするんですよ。結構根が深いですよね、あれね、はい、ゲームの世界はこれからアジアの時代が来ると思いますか。どうですか。僕は今名越二条って会社持ってて、はい、バックとしてはネットイースという中国の資本が今入ってるんですけど、はい、やっぱり今ちょうど彼らはいろんな勉強をしながらオリジナルの何かを作り始める、今なんていうのかな、前夜みたいな、はい、